チー先輩です。ノクタン。チー子だよ、ノクタン。サービニー邸宅に入ったところです。入り口にセーブがあるのは珍しいよね。それだけ厳しい場所なのかもしれませんね。気を引き締めていきましょうか。敵がスケルトンだけなら問題はないんだけど。さすがにそんなに甘くはないだろうからね。美しさ。は？何いきなり。また一瞬で。怖すぎてほぼ反響欄で連打してしまった。そういうことか。まさか強制的にボス戦になるとは思いませんでしたよ。これは罠だったねー。だから入り口にセーブがあったのか。ふうびっくりしたー。しかも最強剣ですら結構かかりましたよね。HP が800もあったよ。もし通常の剣でやってたら勝てなかったかもな。攻撃力10増加ですね。リカード装備は剣以外は特に意味なさそうだし、他のものが手に入るまではこれでいいでしょう。うわ、びっくりした。骨柱。ついに出てきたねー。こういう時は斧が欲しいな。上に攻撃する手段がないからね。魔法とか必殺技とかないのかな。またボスじゃないだろうな。あ、そういうこと。この手みたいなものをもう一つはめれば開くと？そうっぽいね。一切調べられなかったけど。じゃあまずは上を見てみるか。なんだと。行き止まり。でも上に空間があるのか。え、でもこっちに行けるところなんてあったかな。ないよね。じゃあ下から大きく回ってくるとか。それはあるかも。エクトプラズムまで登場するとはな。知っている敵が出てくると嬉しくなるね。ようやくちゃんと見れた気がする。呪いって確か攻撃力半減だっけ。まあ元から高いからこれは正直困らないな。これでちょうどいいくらいだもんね。いや、それでもまだ高いか。そうですね。あれ、上じゃなくて下だと。これって届かないよな。やっぱりそろそろ二段ジャンプでも出てきそうな予感。ここはさすがにありそうですね。でも待って。下は行き止まり、右も行き止まり、上も行き止まり。どこに行けばいいの？さっき上に部屋があったからね。どうやって行くんだろう。なんか上の左に小部屋があるな。ということは、なんだー。右は調べたのに左は叩いてなかったか。よりによってね。このゲームは本ルートが各地から行く場合がありますね。そこは注意が必要かも。そうね、見つからないと詰む可能性があるか。こういうのも覚えた方がいいのだろうか。基本的には色付きの文字は大事だと思うけどね。わかるのが録画しているから後で確かめ放題なところ。詰まったら最悪見返せばいくらでも確認できるんですよね。それは強みだね。なので今のところ特にメモを取ったりしてません。その代わり本格的な謎が出てきた場合は一時中断して動画を見返してくる場合はありますね。まあそれは仕方ないか。え、乗れないの？シャンデリアに乗るのかと思ったけど。むしろそれを振っている鎖の方ね。あ、そっち。なるほど、確かにロープみたいになってるじゃないか。気づかなかった。え？なぜベッドに？
黒いハス。ハスが傑作。おい。何？どうやら謎解きが出てきたようね。マジか。そういうのはないものだと思ってたぞ。多分これって年号じゃないかな。いろんなのが出てきてて覚えてないけど、1900何年とかじゃなかったっけ？もっと前じゃない？800年でしたっけ？あーはいはい。例のマッシミリアンの没年か。いやマジで覚えてないぞ。これだとさすがに最近すぎるでしょ。そうか。さすがにこれは確認案件かな。そうね、見返してきた方がいいと思うよ。すみませんがしばしお待ちを。編集すれば待たないから。あ、そっか。確認してきました。1899年でしたね。いやー惜しかった。そうかなあ。れ違うの。橋の建築年は？そっちもてっきり一緒だと思ったんだけどな。そんな情報ってあったっけ？あったような。全然覚えてない。ということでまたもや動画を漁ってきました。確かに年号は書かれてたのです。だけどそれをどうすればいいのかわからず、まあとりあえず試してみようと。え、なにこれ、こんなんで合ってるの？やっぱり。どういうこと？つまりこういうことでした。二つを足したのか。ちゃんと両方ともメモっておかないと無理なやつでした。それか録画しておくかね。それに限りますな。なるほど。でも呪いは怖くないとわかったから別にいいや。ほっと。どうやら透明になれる無敵薬でしたね。そんなのもちゃんとあるんだね。ということはロザリオもありそうだな。画面上の敵全滅のアイテムね。はい。今度こそボス戦っぽいな。Life begins in darkness. なんだと。ドラキュラ。なんかゴングトだけど。少しふくよかなドラキュラだね。これがマッチミリアンか。確か世代とか言ってたし。ああ、このままだとまた楽に倒してしまう。せめてある程度攻撃を見てからにしよう。それがいいね。これで全部かな。ちょうど呪いも受けたし、そろそろ倒しちゃいますね。コウモリになってもまだちょっと当たるのね。お、早くなった。うん、まあ本物じゃなければこんなものか。最後めっちゃ手が飛び散ったように見えたけど。まさか疑似ドラキュラ戦が楽しめるとはね。ちっちゃな階段しかなかったけど楽しませてもらいました。そして二段ジャンプだと。ついに来たね。これこれ。これなんですよね。結果でもこれが欲しくて序盤は頑張っているようなもので、なぜかテンション上がるんだよね。飛び降りキックはできないか。あれ？登れないや。ということでついにここが越えられます。うお？これもまた過去作品にあったなぁ。追いかけていくやつね。そして今度は追いかけられると、まあ普通に急げば大丈夫でしょう。こっちは帰り道かな。え、これだけ？どうやらそのようです。つまりこの邸宅では二段ジャンプを手に入れるのが目的と。
蘇生も重要だったね。無理か。よし、じゃあ脱出しますか。オッケー、ありがとう。タモツさんにお礼を言ってるだけだから。さて、じゃあ今回もそろそろ終わろうかな。いつの間にか色とりどりのアイテムを手に入れてますね。すべての異常を治す薬まで。なぜかそれは清水なんだな。はい、じゃあ最後に敵チャートだけ見て終わりますか。これを恒例にしようかと思ったけど、今後はある程度まとめてみた方がいいかもしれないな。でもここの曲がまたいいからね。そうなんですよ。つい最後に聴きたくなっちゃう。あ、これデッドメデューサだったのか。確かに骨だもんね。このボスには悪いことしました。せめてもう少し攻撃を見たらね。うん、大きいけど感動した。嬉しいサプライズだったね。ちなみにこの先ずっと進むと、もっともっと嬉しいサプライズが待ってます。ネタバレは厳禁ですが、ぜひお楽しみに。何かしら楽しみ。それじゃ今回は終わりましょうか。次回もぜひお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。